おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。10月になって今日から新しいシリーズを撮ろうかなと思ってます。今までちょっと M5 スタックをやってたんですが、マイクロビットに戻ってこようと思います。では早速画面を切り替えてですね、マイクロビットに戻ってきて何をするかっていうと、実はちょっとこのいかめしい顔をしてますが、実は毎週日曜日にジャパニーズナーサリーライムということで、マイクロビットの音楽プログラムで日本の童謡を少しずつ、これ2月7日が第1回でですね、毎週日曜日撮ってきたんですね。で、まあ一番最初のシーズンが冬で、次が春で、夏で、今秋を撮ってるんですけど、実際まあ1年間ずっとやるとってなると、まだ何ヶ月かあるんですけど、とりあえずまあ春夏秋冬のとマイクロビットの童謡ですね、童謡をマイクロビットの楽譜にしてプログラムにするっていうのを公開してきてですね、ほぼほぼ式をやってきて、回数的にもですね、ちょうど昨日の日曜日で33回ということになったので、まあ、ちょっとこれを四季ですね、春夏秋冬とまとめたものをですね、まあ、ページも作りながら動画で1本にしながら、まあ、今から4回分ですね、今日第1回はまあ概要ということにすると、まあ、5回になって溢れちゃうかもしれませんが、まあ、どんな風に作ってるかというと、まあ、普段のマイクロビットの画面で、まあ、こんな風にして作っています。で、まあ、一つずつ音楽を鳴らせるっていうので、こうやって楽譜ですねを開いながら、こう音を入れながらずっと1曲分入れて、これエーコンということでどんぐりコロコロですけども、これをまあ関数の形で入れて、 A ボタンが押されたら、まあ楽譜ボタン、音符を出して1回鳴らすと。で、 B ボタンを押されたらちょっと違う音符を出して4回繰り返すというような形にしてやって、で、テンポとかこの辺はもう毎回合わせてません。もうそのままにしてます。で、まあ起動した時はハートマークが出て待ち受けで、例えばこれを押すと、どんぐりコロコロどんぐりこうということで、はまってさ大変ですね。まあこういう風に鳴らして、で、この後まあ英語でこの曲の、まあ私の昔話だったり、まあこの曲に絡むことを英語で喋ってですね、まあ毎週英語の勉強しようということで撮り始めた、マイクロビットの童謡なんですけど、まあこれがそこそこ溜まってきたので、まあ聞いたでページを作りながら、皆さんにはまあ私の下手な英語を聞いてもあまり意味がないかと思うので、と、何ですかね、と、音楽のページ、マイクロビットの音楽のプログラム集ということで、今日から4回撮っていきたい、今日からというか明日から4回撮っていきたいと思います。まあ、そういう、本当にマイクロビットで童謡を聞こうというシリーズを撮っていこうと思いますので、よろしくお願いします。今日はちょっと概要の紹介ということで、これぐらいにさせていただいて、明日から作っていきたいと思います。今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットやM5 スタック、いちごジャムの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。